夏休みだよ、ミジンコブラ化攻略相談。皆さんこんにちは、ミジンコと申します。この動画はゲームシステムを解明するのが大好きなミジンコがブラ化の攻略コンテンツをゆるく語っていくラジオとなっております。8月1日から31日まで毎日動画投稿予定です。強くなりたい初心者からコピー忍者を脱却したい中級者、たまたコーナーで差をつけたい上級者の方まで、どしどしご質問待ってます。それでは答えていきましょう。今日の質問はこちら。上位層が使っているような用語の意味を教えてください。例えばゾンビアタック突、ヒソカなど。とのことです。はい。ご質問ありがとうございます。上位層が使っているような用語、確かにこういう視点で攻略というのを考えたことはありませんでしたね。でもそうですね。同じ言葉を使わないと、例えば検索とか YouTube でそういった動画を調べるときって困りますよね。よくね、1パカ攻略とか2パカ攻略とか、そういうのありますけど、パカってそもそもなんやねんとか、そうなってくると、YouTube 上で動画を探すときって、困難を極めますよね。ということで、ちょっとまあ自分が知ってる限り、ゆるーく上位層が使っていそうな用語の話をしていけたらいいかなと思います。じゃあ、一番有名なので言うと、パチンコとかですかね。はい。パチンコ。よくファンアートとかでユズにお金を握らしてパチンコを出せるみたいなものもありますけど、あれなんでそういうファンアートがあるかっていうと、パチンコっていう言葉がそもそも配信の発生上振れを引くっていう行為がパチンコっていう風に言うんですよね。で、これパチンコ単体であまり使わなくて、よく使われるのがユズパチとかメリスパチとかヒナパチとかいう風に言われます。で、こういう言葉が生まれる理由としては、例えば、ユズとか、メイドアリスとか、ヒナタって、パッシブスキルに会心ダメージが上がるステータスがあるように、会心が出ない場合と、会心が出た場合で、かなりね、ダメージ差が変わってくるような生徒たちなんですよね。当然ですが、そういう生徒たちを運用する場合って、会心が出る前にリスタートしなきゃいけないんですよ。それってさ、パチンコ屋さんで、パチンコを打って、当たりが出るまでお金を入れ続ける行為と似てませんか？だから俗に、そういった、会心上振れを引く行為をパチンコっていうふうに呼ばれてるんですよ。ちなみに僕は運ゲーが大嫌いなので、基本的にパチンコ要素っていうのは嫌いです。だから僕はね、ミカとかワカモみたいな確定会心とか、逆に会心は出ないけどダメージが固定値で出るような生徒がすごい好みだったりします。で、次になんですが、ゾンビアタックとかも一応質問者さんが言ってる通りあるので有名かもしれませんね。まあ、ゾンビアタック、ゾントツとか言うとは思うんですが、これはどういう意味かっていうと、単純にゾンビのように何度も総力戦エリアに入場してボスを殴り続ける行為ですね。要はヒーラーとか用意せずに、もう死ぬことを前提とした戦略を考えるみたいな戦い方ですね。まあ具体例を挙げるとしたら、普通に攻略した場合であれば1突とか2突ないし3突で収まる総力戦があったとするじゃないですか。そんな総力戦で、例えば7凸とか8凸、9凸、10凸、さらには15凸とか、そんなね、ゾンビの大群のように突撃する回数を増やして高い難易度をクリアするような、そういった行為はゾンビアタックっていうふうに呼ばれます。これはブラーカに限らず、いろんなゲームでも使われる用語ですので覚えておきましょう。あとはそうですね、チケロスっていう言葉をよく聞きますよね。チケットを燃やすっていうふうにも言うんですけど、これは総力戦エリアに入場した時に1時間カウントが始まるんですけど、その1時間のうちにクリアが全くできなかった場合は未クリアとなって報酬がもらえなかったり、最低保証分だけもらったりしますね。その行為っていうのは結局未クリアなので、チケットが消えるっていうことになるんですよ。一度使用したチケットっていうのは返ってきませんからね。そういった現象のことをチケットロストとか、チケットを燃やすっていうふうに言ったりします。この手のやつのファンアートで有名なので言うと、マキファイヤーとかもそうですかね。ブラーカ公式の方で、ベリタス生徒がキャンプファイヤーをしてる4コマ漫画があるんですけど、その時にね、マキが焚き火のところでマシュマロを燃やしちゃう姿があるんですけど、そのコラ画像として、マシュマロの代わりに総力戦チケットとか、大決戦のチケットを重ねることで、まるで総力戦チケットがマキの手によって燃やされてるような、そういった画像が有名だったりもしますよね。この手のファンアート系でいくと、あとはヒソカとかも有名ですかね。
まずヒソカっていうのはハンターハンターで登場するキャラクターなんですが、結構性格がひん曲がってるキャラクターなんですけど、今ちょっと調べてみると、そろそろカルカっていうセリフが幻影旅団に対して使用された言葉っぽいんですよね。これちょっと僕知らなかったんですけど。で、そういったそろそろカルカっていうセリフを総力戦最終日とかに言う先生が出てくるんですけど、主に今まで本気を出してなかったけど、もう最終日だから本気を出して抜いちゃうよみたいな、そんな感じでそろそろカルカっていうセリフを使う先生とかがいますよね。その行為をヒソカっていう風に言ったりしますね。だから他の類似例で言うと、例えばヒソカが上がってくるとか、ヒソカが構えてるから気をつけろみたいな感じで言ったりもしますよね。で、このそろそろカルカっていうセリフの時に、原作ではヒソカが語尾にですね、スペードマークをつけるんですよ。で、語尾にね、こういったマークをつける生徒ってブラカにいまして、それは誰かっていうと、ののみなんですよね。ののみとかよくね、スキルの最後にクローバーマークとか、スペードがついてたりしますよね。なのでよくね、ファンアートとかでは、ののみがそろそろカルカっていうセリフを言ってる画像とかが使われたりとかしますね。一応補足ですが、ヒソカっていう行為は別に他人を蹴落とす行為が目的というわけではないようです。あくまで最終日に本気を出した先生方が、チナトロ圏内まで登ってる行為をヒソカというのであって、他人を蹴落とす行為をヒソカっていうふうにはあまり使われておりませんので、そこは覚えておきましょう。間違って覚えてね、喧嘩が起こったら寂しいですからね。他の作品から引用した言葉として有名なので言えば、コピー忍者とかもそうですかね。コピー忍者、もうだいぶ浸透している言葉でありますが、すでに YouTube などの動画サイトに上がっている TL 動画を真似する人のことを主にコピー忍者っていうふうに言います。このコピー忍者の由来っていうのは、出典が渦巻きナルトで、で、そこに登場するナルトの先生である畑かかしっていうキャラクターがいるんですけど、この人がシャリンガンを使って他の忍者の技を真似るから、そこから他の人たちからカカシはコピー忍者っていう呼ばれてるんですけど、まるでね、TL 動画からタイムラインを真似て高スコアを出すっていう行為が、この畑カカシに似てることから、TL 動画を真似して高スコアを出す人のことをコピー忍者っていうふうに呼ばれたりもします。あとは、アルファベットの略語なんですが、AA って言葉とかはたまに僕使ったりしますね。AA は何かっていうと、オートアタックの略です。EX とか NS とか PS、SS っていうのは以前、チナトロガイロンシャープゼロではご紹介しましたけど、AA っていうのは通常攻撃の略称だったりします。ブラカでは使われてないんですけど、AA って言葉自体は他のゲームとかでも使われてるんで、まあそこから流用ですかね。そういう意味で一部の方々は使ったりもします。僕も真似て、まあ意思疎通がしやすいんでね。AA って言葉は使ったりします。よく総力戦に使われるような俗語は以上ですかね。あとは個別の話になるんですけど、例えば1パカって何かっていうと、ケセドで使われる言葉ですね。ケセドは前半部後半部に分かれてるんですけど、前半部が随時敵が湧き出てくるところを突破するようなステージ。で、後半部っていうのが湧き出る取り巻きを倒した後に、ケセドの本体がパカッっていう風に開いて10秒間、非ダメージ上昇デバフっていうのがつくんですよね。このパカッて開く瞬間のことを1パカって言ったりします。高難易度になってくると1パカでも倒せないので、まあ、2パカだったり3パカだったり必要なんですけど、そういう意味で2パカ攻略とか3パカ妥協攻略とか1パカ最速攻略とか言ったりしますね。あとはペロロジロだとコペロロ、孫ペロロっていう言葉も登場しますね。これどういうことかっていうと、本体を親ペロロっていう風に見立てるんですよ。その場合、近くでうろうろするペロロミニオンの姿ってまるで子供みたいじゃないですか。なのでコペロロっていう風に言うんですよ。で、さらに本体のペロロジラが吐き出すちっちゃいペロロミニオンがいるんですけど、この子たちって子供のペロロリオンも小さいじゃないですか。なので孫ペロロっていう風に言われたりもします。正式名称はペロロミニオンっていう風に取り巻きのペロロは言うんですけど、まあ、ペロロミニオンって名前が長いし、そのミニオンが子供なのか孫を指してるのか分かんないので、コペロロ、孫ペロロっていう風に略したりもされます。あとはあんまり馴染みないですけど、ウルガーチャとかですかね。ウルガータっていうスキルをヒエロニムスが使うんですけど、そのウルガータっていうスキルは生徒の頭の上に10秒間カウントするギミックを発動させるんですよ。で、そのギミックが0秒になった時に、その生徒プラス
周辺に大ダメージを与えるっていう風なギミックが存在するんですよね。そのヒーローニミスが使うスキルのことをウルガータっていうんですけど、ウルガータが対象がランダムの一人を生徒を選ぶんですよね。だからガチャ要素があるのでウルガータガチャ足してウルガーチャっていう風に呼ばれたりもします。まあこれはあんま覚えなくていいかも。そんな感じでいろいろ総力戦に使われそうな言葉をご紹介していきました。いかがでしたでしょうか。こんな感じで今後皆さん質問にゆるく答えていきますよ。裏側をさらに深く知りたい方はミジンコチャンネルのメンバーシップもおすすめです。メンバーシップ特典のディスコードサーバーでは総力戦で使える裏技や裏側ウィキにも載っていない検証データを随時更新しております。興味がある方はぜひ加入してみてくださいね。それではまた明日のこの時間にお会いしましょう。またねー。バイバーイ。